どこにでも転がる。最高なそう。ひろひめさん、今日も板橋区で、立ち話よ<初音>。皆さん、こんにちは。ラジオパーソナリティの私、ひろひめです。この番組は東京都板橋区を拠点に、やりたいことを見つけて。 やりたいことにチャレンジして自分なりのおろを築き飛躍していくそんな素敵な女性を板橋区の街でちょっと立ち話をしながら私ひろひめがご紹介していきますあなたも一緒に立ち話を聞いてくださいねそれでは今日ひろひめさんと立ち話をしてくださいます板橋区の素敵な女性は看護師の在宅訪問あまね看護ステーションの代表菊池江さんです そんなカエさんと今日待ち合わせする場所は都営三田線ハス駅前通り商会会の商店街です。こん,んこんにちは、アマネさん。こんにちは。私はちょっとあのアマネさんといつも呼んでいるので、<laughs> はい。カエさんのことをアマネさんと呼ばせていただきます。はい。なんかすごいあのアマネって可愛いんだけど、どうしてアマネって名前つけたの？ マネはあまネックっていうまあ、言葉から私のあの相方、うん、一緒に会社を作った相方がまあ、考えたんですけど、うん、まあその意味はこう広く隅々行き渡るとかいい、ね、そういう意味があります。本当はあのお仕事の内容もね。うんうん、地域のいろんなところにこう隅々まで。うん マネ、ね、がこう、行くぞ待ってろよって感じですよね。<laughs> そんな強気でもないんですけど、<laughs> まあ、行かせていただけたらいいかな、みたいな。なんかお手伝いできたらいいかなって思いながら。マネさんは、あのー、お二人とも、看護婦さん。そうですね。なんですよね。で,ねはい、で、看護婦さん同士で、また、病院から、あのー、こう、外の、なんていうんですかね、地域の方に、こう、出ていくというお仕事を、あの、するきっかけってなったのは、 何なんですか病院とあと老人ホームも働いてたんですけどああまあ病院はあのどうしてもこう命を救う場所治療をするとかっていう場所で,、はい、で治療が終わると、まあ、お家に帰るってなるんですけど、うん、まあ治療しても動けなくなっちゃってお家に帰れない人がいたりとか病気治ったのに家に帰れないとか、うん、あとは老人ホームとかでも あのお家に入れないから入,っあの入所されるんですけど例えば認知症の人なんかは余計混乱しちゃって<ー>なんかこう症状が悪化したりとか、うん、あとこう自由安全は守られるかもしれないですけど、うん、まあ自由がなかったりとか、うん、その人のこうなんかその人らしさみたいなのが何、うんまあ、かちょっとない,なくななないかなとかだんだんこう感じるようになってきてやっぱりこう家に行って家で楽しく過ごしてもらうっていうのを。 いかに支えるかっていうのしかないよねみたいな話にその相方となって意気投合してまあそうですね、まあ、それしかない,ないよねみたいなうん感じになりましたそれで2人でスネの町に、うん、あのお店を,お店を出していただいて <laughs> はい ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ハスネの、あの、<laughs> 住民としてと <laughs>。お店をこう出すときって、この、ほら、板橋区も広いじゃないですか。そうですね。あの、いろいろ、ほら、マーケティングするとき、うんうん、板橋区のハスネに、拠点が、できたのは、うんはい、まあ、住んでるのも近いっていうのもあるんですけど、まあね、通いやすさは大事ですよね。あと、三田線に、まあ、馴染んでたっていうのと、うん、板橋区は、あの、東武東上線も走ってるんですけど、 その市場調査っていうか、そのライバルっていうかですね。うん、あの訪問看護している会社を、ねうん、調べたんですよね。同じ業種っていうかもうここ二三年の間でもすごいあのハスの地域にもオープンするって言ったらなんかこういう、うん、あのそれはでもね,看護,ね看護じゃなくて介護なんだけど介護ステーションすごい増えたんですよね。うんうん、そうですよね。これからどんどんもっともっと増えるんですかね。増えると思います。まだまだ足らない。 足らないって言ってますけど、ね、そうですね、足らないですね。うん、増えると思います。で、そのあの競合の同業者がいっぱい埋めく中で、うんうん、一応自分なりに調べて、登場船は,い、はその若い新しいところがバンバン立ってたんですよね。ああ、さすがになんか登場戦。 で、似た、うん、線は、どっちかという、大先輩とか、あ<ー>まあ、死人線のところが、ポツポツってあって、まあ、怖かったんですけど、怖いよね、<laughs> 本当ね。そう。う逆にこう、隙間産業でこう、なんか、こう、あの、なんか生き残れるのかな、みたいな、逆にこう、似たようなのがこう、並ぶよりかは、いいのかなと思って、まあ、そこを選んだんですけど、まあ、そしたらやっぱり、あの、可愛がってもらって、大先輩に <laughs>、すごく、あの、ありがたいですね。すねじゃあ、右見ても、 大御所、はい、左見ても大御所、うん、すごい大御所が、<laughs> ね、大先輩がいます。でも案外そこの間にね、はい、ちょこんとお座りさせていただけて。うんねはい。いろんな意味で先輩たちに可愛がられるっていうのは、うんうん、あの会社としてはすごくいいですよね。うん、ありがたいですね。本当にね。はい。助けられてます。あのー。看護師と。介護。うん なんかちょっと、あのー、何が違うのかなっていうのがあるんですけど、うん、ほとんどみんなはあのー、看護師ステーションっていうのをちょっと知らないのかなって思うんですけどす、ね、普通の,あの介護ステーションとその違いっていうか字は違うけれども、うん、中身っていうのはどんな感じで違うんですかね。介護… 看護師でそ、まあ、もそも資格はまあもちろん違うんですけど、うん、一番わかりやすいのは、まあ、よく言うのはその注射とか傷の処置とか怪我した時の床ず、はい、れは応急応急処みたいなのとかはい、はい、あとは点滴が必要だったら点滴をしに行くとか、うん、そういうのは明らかにまできないことなんですけど介護士さんにはできなくて看護師にできるみたいな感じなんですけど、うん、まそういう手先の主義だけじゃなくてその病,病気はだいたい持ってるじゃないですか。 高齢の方って、はいまあ、その人の病気がこうだからあと具合が悪くならないようにこういう生活を注意していきましょうねとか、うん、あの痛くないようにお風呂に入りましょうねとかあのお通じためるとこんなあれですけど <laughs> 排泄物をきうん、うん、ちゃんと出して、うんえっと、楽しく食べましょうねとかかそういう先々の生活がこう安定するようにアセスメントっていうんですけど、まあ、考えて 提案するみたいなあとは相談に乗るみたいな感じで多分そこが介護士さんと違うのかなって今私が思うなんかところっていうかでやっぱりあの看護婦さんが一緒にその訪問来てくれるっていうとなんかもう一つこう安心っていうか、うん、なんかこうあのアドバイスもやっぱりもっと奥深く。 あの医療のお勉強もされているから的確なアドバイスができたりして受けける側はなんんかすすすごいほっとしますよねねだでどこれからもそういうふうにあの看護婦さんたちがあの訪問していく介護っていうのもあの増えてくるんですかね今私は今立ち上げて2年ぐらいになるんですけど<え>その2年前から比べても看護師の,そのステーションっていうのはどんどん増えて。 ますでもまあ潰れちゃうところもあるんですけどそうなんですね <laughs> です必要だから立つんですけど続かないみたいなそういう違う問題もあったりはします結構24時間体制で年中無休で、うん、あのやっているので、うんはい、女性としてはあの労働的な。 ものは、まあ、社長になられたら、その、労働とか言っちゃいけないって私もすごい教わってきたんですけど、ねはいはい、あのー、ね、あなたに労働はないんだとか、<laughs> そう、恋王 <laughs> とか、そういう、そういう言葉を使うなってあの言われて、あの、なんとかここまで生き延びましたけど、<laughs> これからなんかこう、あの、天根さんも、私にいろいろ聞いて、うん、その辺。<laughs> はい。よろしくお願いします。<laughs> でも素敵な、あのー、駅前の、あのー、場所で、 すごく広かったので、びっくりしましたけど。うん。何もない、何もないんです。ただ。あの、電動自転車がいっぱいありました。そうですね。はい。あれは。あまねご。あまねね今は、あの、何人スタッフさんいらっしゃるんですかスタッフは。看護師は6人。すごいですよね。自分入れてですけど。いやいやいや。2年、二年の間に、ねあの、女性の方が事務所を構え、そして、あの、看護婦さんを。 ね、雇ってすごいなーってこれからどん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 あまね号が町のあちこちで見かけられるといいですよね本当ですね当ですね頑張りますうんそうだからけ結構あれなんでしょうねあの患者さんっていうか、うん、訪問で行かれる方っていうのは病院からの紹介とかなんかこ個々人が直接というよりも。うん、そうですね病院の相談 院の人だっっったりあとはケアマネーージャてて言ってね、うん、介護保険で必ずこうその利用者さんの一月つきのこう計画を立てる人がいるんですけどそのケアマネージャーさんから依頼が来たりみたいなあとは介入をしてるお医者さんからも、まあ、直接こんな患者さんがいるんだけどとかっていうのがあのいただくところですかね、はい、じゃあ一人一人のお客さんを大事にアドバイスして元気な お家で元気で暮らすってことが一番の幸せですよね。そう,そう思いますね。ね。はい、私ももう、あと、しかしから、年。まだまだまだ言まだまだ。まだまった時、そう、ちょっともう、なんかなった時すぐ。まだまだまだ。もう、あの、なんていうの、こう、あの、病院で、あんまね、あんまね。言ってもらいます。<laughs> 言ってもらいます。<laughs> そう、そう、そうしないと私の場合、あの、<laughs> 独身なので、誰もその私のことを知らないと、 ねね、どんなところに住むも,、ねす,ね、もすぐ老人ホームに入れられちゃうかもしれないの、ね、いで,いであまねってうこうんだっておい <laughs> この方を知っていますって助けてください <laughs> はい <laughs> そんなあの楽しいあの菊池さんと今日お話ができてよかったです、えー、今後の活動夢そして叶えたいここととってどんなことでしょう今はその訪問看護っていう事業をやってるんですけど、まあ、やっぱりこう街を作るっていうか すごいがあの本来あるべき方っていうかまあ理念にもしてるんですけど、<ー>あまあそういう困っている人たちがまあ住みやすいあの場所にするには、まあ、訪問看護やってても<ー>あの限界っていうか大した力にはなれないんですよ。まあ他のいろんな職種の方とか職業の方とか、うん、まあそういう人たちとこうなんかわっていうかそれでこう集まれる場所だったりなんか相談できる場所だったり、でが気軽に。 あのいろ、ね、んな方が、うん、あの業種にとらわれず集まって、うん、あのお話ができたり相談できたりと、うん、かですかねなんかそういう風にこう広くしていくっていうかしないといけないっていうかなんだろうなっては思うす,すごいですね、うん、まさしくハスネにぴったりの方です、うん、ですか、うん、そうで菊池さんの生活見てるとなんかすごいあの男らしいところがあってありがとうございます。 どうしたどうしたみたいな。<laughs> ありがとうございます。な,ますなんかあったみたいな。<laughs> なんか、そういうノリがあるので、すごく話しやすいかなって。そうですか。ありがとうございます。 私もまた、ちょこちょこ、用もないので。そうですね。あの、行くね。用もないで。私も行きます。なでしこームに行きます。すごい近いから。スキップ、スキップで来れるもんね。本当ですよね。あの、本当に、本当に、スキップどころか。あまねさんって言って、こいね。本当に。本当に。そんな距離ですね。はい。じゃあ、最後に、板橋区の好きなところ教えてください。なんか25年ぐらい住んでるんですけど、板橋区に。あ、そうなんですね。はい。 やっぱそれだけ長くつづ、ね、ずっと住み続けてるってことは住みやすいんでしょうけど、まあ、なんか東京23区に属してるけどそ,<う>そんな感じもない,このい田舎感っていうか、まあ、では田舎なんであのなんかそういういいいところがいいかなみんなね東京23区の中に板橋区があるっていうのを。 なんか、うっすら知ってるようなイメージなんで、うん、でね。で、ね、ちゃんと存在してますからね、板橋区って <laughs>。はい。そう。で、下町っぽくて、みんな和気あいあいだしね、うん、結構板橋って、うんね、あの、公園も緑も多くて、自然がいっぱいあるので、うんでうん、たくさん板橋にみんな引っ越してきてくれるといいね。大仏もありますしね。ね、そう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 。<laughs> 何なんだろう、あの大仏の。<laughs> 東京大仏。<laughs> <laughs> <laughs> 今日は、天奈さんに素敵なプレゼントを用意しました。YFC プラスの、ポッドキャスト。じゃーんシールはプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お店に貼ってね。はい。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。そして、あまねさん、これからどこ行くのこれからは、利用者さんのお家にお仕事に行ってきます。頑張ってください。いじゃあまたね。はい、バイバイ。<laughs> バイバ